界で300万本以上を売ったファイナルファンタジーの最新作が正式発表。制作スタッフのインタビューの VTR を入手。そこでも出てる通り、その月のビジュアルとかありますよね。ちょっと月がそれ演出上大きくなってるわけじゃなくて大きい月なんですけども、多少そういうなんつ現実世界っていうのを残しつつも、ちょっと異質なものっていうか、ものをもうちょっと要素として入れていきたいなっていう、まあ同じ次元というかな、時空に住んでる2人じゃないんですけども、とりあえずその2人の関わり方っていうのが、一応かといってその全然関わらないです独立して進んでいくわけじゃなくて、はい、2人がどういうふうに関わっていくか、どういうふうにこう出会っていくかっていう言い方は適切かどうか分かんないですけども、それが一つのこうストーリーの鍵というか発端にはなってますね、はい、まあやっと自分の絵で描こうかなという、もともとは自分の絵はこれなんですけど、まあ、あとはそのムービーがやっぱり進化してきてるんで、やっぱりいつまでもちょっとディフォルメだと限界があるんで、まあ、今回はもう当初からこう全編通してムービーもフィールドもバトルも同じ人間が同じキャラクターが全編通して演じてるんだっていうか動いてるんだっていうのをとにかくやりたかったんで、今までの FF っていうのが暗いとこから見る光は綺麗でしょっていう感じの絵で言ってたんだと思うんですよ。前回とかもそういう感じでしたし、ちょっと今回は日の当たるところとかもなんかライトとか色味強くしてあげたりとか、影の方にも色を足してあげたりとか、そういう感じでちょっと雰囲気を作っていこうという感じだった。ここまで来たからもうキャラクターにもっと本格的に演技をさせられるだろうと、その紙芝居とかお芝居的なものじゃないレベルまで到達できるだろうってことで、やっぱ人間っていうかキャラクターを主軸にやっぱりストーリーを回していこうというところで、やっぱ最後にやっぱロゴ的にも落ち着いたのが、そうですね、その辺がだから今回はキャラクター主体のやっぱり物語だっていうのを端的に表したというか、ゲームとしていい画像を目指したいなと思ってます。人物描写が深くなっているので、そこら辺を楽しみにしてくださいという、自分から能動的に何かを遊びを仕掛けていこうみたいな感じをさせるものとか、そういうもっと基本システムよりもっと 上の部分っていうか、もっと味付けの部分を専念してこれるので、まあ、その部分を楽しんでもらえたらなと思います。